の破壊神闇のラジオ編、バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、通称闇ラジ。この番組のパーソナリティダークシナイダー役の谷山紀章です。さあリスナーの皆様、明けましておめでとうございます。2023年一発目の闇ラジです。2023年ってこうなんか簡単にさらっと言うけど、なんていうの、かつて思い描いてた近未来みたいな感じがして怖いよね。2023年なんだって。みんなどう思ってんの、平成生まれの子はどう思ってんだ。すごいよね。僕なんて昭和生まれですから、子供時代にそのなんだろうな、いろいろあったんですね。未来の自動車にはもう車がないとか、浮いて走る車だったりね、その高層建築のビルを突き抜ける、そのなんかレールだったりとか、なんかその未来の服みたいな服装とかね、あったんですけどね、恐怖火星人が攻めてくるみたいなのもなんかいろいろあったように記憶してるんですけども、まあ何一つ、そうなってないっていうのがね、意外と何なんでしょうね。人間って大したことないなっていうね。あれだけど、ただただでもまあスマホだとか、なんていうの、エンタメとかね、ゲームとか、あのドラマとかってどん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 進化していって面白くなっている割にはまあそんな変わんねえなっていうね、人間自体はね、そういうふうに思いますけれども、今年はうさぎ年、12年に一度、当たり前ですけど、江戸でいうところのね、私、1975年、昭和50年生まれ、何を隠そう、うさぎ年、の生まれなもんですから、まあ、俗に言う年男ってやつでございまして、4週目が回ってきたわけです。あと1周すると還暦ということになるんですが、48歳、まあ、これもなかなか受け入れがたいというか、にわかには信じがたい、我ながらね、ことだと思うんですけれども、まあ、だからどうだっていうのを、今年は年男だからどうだっていうのをね、何かとこう、人っていうのは日本人というか、理由づけの一つに従うんですけど、僕もそこにあやかろうと思いまして、なんせうさぎですから、ぴょんとやっぱね、飛躍の年になればこの後に及んでまだまだ飛躍していっちゃおうかなとね。で、性欲強いですからね、うさぎは。そこもなんていうか、まあ衰え知らずの老いてなお盛んというところですね、私も。知らんがなっていう。お前のそれは知らんっていうね。あとうんこポロポロ出すのだけはやめようと思ってますね。僕も漏らしがちじゃない、催しがちなんで、なんか漏らしそうに街とかでもね、なりそうなんですよ。なんかそれはちゃんと自分の食生活とか考えてですね、これは何を言ってるんだっていうね、あります。まあそんなわけでございまして、まあ本日もよろしくお願いします。今年もね、本年度もよろしくお願いします。もうちょっと話したいことあったんですけどもね、素敵なゲストをお待たせしすぎてもいけませんので、さあ、この番組はアニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、全ラジオ界の支配者になるための番組、バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。リスナーのあなたもメールや SNS で参加してください。ツイッターの方はハッシュタグバスタードアンダーバーレイディオをつけてつぶやいてください。一緒に伝説を作っていきましょう。そんなわけで、前回まあ2022年最後の放送は海藩役の伊藤静香さん来てくれました。まあ僕のね、事務所の直の後輩なんですけれども、変わらぬ魅力ですね。若い頃からうまいなと思ってましたけど、いい声してるなってね、耳がいいんだよね。まあそれでいろいろ話せてよかったなっていうね、思いました。そしてもちろん今回も今年一発目の素敵なゲスト来ていただいております。しかもお二方お呼びしちゃいました。この後すぐのご登場なんですけど、まあもう出てるのかな、情報としてはね。監督とプロデューサーです。女っ気一切なし。こんなに色っぽい作品なのにね、まあいろいろでもその辺のところを、監督にぜひ聞いていきたいなと、喋っていただきたいなと思っております。アニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、それぞれのスタイルでお楽しみください。それでは始めよう。メイス、この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぜ。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。さあここからはゲストと一緒にお送りしていきます。ご登場いただきましょう。この方々です。アニメバスタード暗黒の破壊神監督の尾崎孝春です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、プロデューサーの、ワーナー鶴岡です。よろしくお願いいたします。まずは明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。もう、ね、そうですね、明けましたね。本当かよっていうね。いや僕は23年ね、信じらんないですよね、本当ね。そうですね、信じらんない。我々昭和からすると
まあ、世代近いですからね、この3人。そうですね、監督、ね、プロデューサー大体3つずつぐらい、はい、そうですね、はい、うん、ちょうどだから高校、中学、小学校みたいな感じなんですね。おっしゃる通りです。まさにバスタード世代です、ね、バスタード世代でございますよ、そんなわけでございます。まあこの番組の配信日1月11日本日が、ということなので、昨日ですね1月10日火曜日の25時から、BS11 にてテレビ放送が始まりました。こちらもまあ、いわば何でしょう、いろんな方により見てもらえる選択肢として、うん、ね、大丈夫なのかっていう、うん、そうなんですよ。あ、本当昨日から始まりましてね、はい、BS11 さんの男気で、うん、ネットフリックスで流しているものと、ね、まあ、ほぼほぼ同じ、まあ、ほぼてかもう同じ、同じものが、流れていると BS11 で、はい、思います。素晴らしいですね。素晴らしいですね。素晴らしいですよね。そうなんです、うん、そしてそんなバスタードですけど、こちらも年明け早々ビッグニュースがございました。おととい1月9日に配信しました特番、この中でね発表いたしましたよ、2期の制作が決定ということです。ありがとうございます。ありがとう。これはもうめでたい、素晴らしいことでございます。はい、素晴らしい。やっと言えましたね。そうですね。だいぶ早い段階でね、そうですね、やってたんですけど、だいぶ前から作ってましたもんね。ね、監督も、うん、やっとこの日が来ましたね。本当ですね。何年経ったんでしょうみたいな。本当ですよね。一番最初にこのアニメ化の企画が出たっていうのは、はい、本当にコロナ前とかじゃないですか。そうですね、もうね、うん、何年前ですか監督も覚えてないですよね。僕ね、これね何回か聞かれてるんで覚えるようにして、うん、あ、本当ですね、2019年に僕が話ですね伺ったのがですね、だから企画自体は多分その前からだったと思うんですよ、うんうんうん、で僕が話を受けたのは2019年なんで、まあ来年5年ぐらいなんですかね、うん、だから4年くらいやることになってしまったという ね、アニメってね本当作るのにすごい時間がかかるんですよ、うん、そうなんですよ、だからもともと集英社さんとワーナーとでそのバスタードのアニメっていう話は実はもっと前からあって、うんうん、でなんかそこからようやく動き出したのがその監督に話がいった2019年とかそのくらいからかもしれないですね、うんうん、なるほど、はい、今この時代にっていうこともねあると思うんですよ、うん、作品自体連載はもう、それこそ35年前になるんですが、そうですね、でそこから OVA が作られたのがおそらく30年前ですよね、はい、90年代入ってから、まあ、お金のある時代だったから OVA がワンチャクあった中の一作品だったんですが、あえてこの時代にバスタードをこの世に蘇らせようとアニメで思ったその意図ってのは何か思いみたいなのはあるんですかね。うん、これまあインタビューとかでも話してるんですけど、うんうん、まあ、そのずっと名作のリバイバルというか、うん、まだアニメ化してないものっていうのが結構あったりはして、うん、それがアニメ化になっていったそのブームみたいなのがね、うん、こう最近のアニメ業界であったんですけれども、うん、バスタードも OVA で6話しかなかったんですよね、うん、OVA が、うん、で話が結構途中で終わっていたみたいなところもあり、うん、なんとかこう原作通りにシリーズでアニメができないかなっていうのと、うん、あと異世界ファンタジーものみたいなのが今すごく流行っていて、そうですね、それこそバスタードを始祖としたような話の流れで、うん、その主人公が転生したりとか、うんうん、異世界で活躍するみたいな、話がすごく海外でも流行っていたりもしたし、うん、あとはそのネットフリックスさんみたいにその全世界で一斉に配信ができるみたいなところが あってきたので、うん、まあ、そういったものが全部重なってそろそろこれはバスタードできるんじゃないかというところで、うん、集英社さんと相談して話してたところ、まあ、集英社さんからもOK が出たんですよね、その2018-19ぐらいの時に、はいはいはい、で、じゃあどこで作るんだっていうところで、うん、ずっとスタジオと監督を探していたっていうところで、で、まあ、尾崎監督が見つかってプロジェクトが動き出したみたいな、白羽の矢が立てられたわけですが、はい、まあ、先ほど世代間の話も出たわけです。尾崎監督もねおそらく学生時代、はい、読まれてたと思うんですが、この監督のオファーが来た時のなんでどういうふうな思い、これですね、あまりにもなんでしょう、突然過ぎたというか、あ、そうなんですね、やっぱり30年も経ってると、うん、やっぱブランクあって、うん、あれですよね、突然今バスタードってタイトル出てもえって感じで、確かに、あのバスタードやるんですかみたいな、これ当時やっとくべきものだったんじゃないのかなみたいに思いつつ、それを今やるのかみたいなところで、でね、どちらかというとね、その作品
ってその内容が面白いとか、うん、そのあこれ個人的に好きとかで選んだりはするんですけど、バスタードはさすがに好きなんですけど、うん、内容が重いの分かってたんで、そうなんですよ、ね、これ仕事として受けて大丈夫かなみたいに、もう苦笑いしかなかったですね。苦笑いよ。とにかく原作の絵がすごすぎるんですよね。そうなんですよ、うん、すごいですね、画力が ね画力すごいじゃないですか。 そうなんですよ。でね、僕いろいろ周りのスタッフ誘う時も、うん、同世代とかやっぱり今ではもうおじちゃん連中かなみたいなベテラン系ですよね。でその辺でちょっと考えてたりとかしてまして、うん、まあ、あの脚本とかもね、はい、黒田さんお願いして、もうマスタード大好き、うん、そうなんですよ。最初世代も世代ですし、うんうん、黒田さんもお話ちょっとした時、うん、なんか苦笑い的な感じでやるんですかみたいな、ね、確かに原作の萩原先生とはお会いになって、うん、おしゃべりこれがですね、あのちょうどですねコロナが蔓延し始めてて、ね、そのねちょっと前ぐらいに打ち合わせ組もうって話があって、うん、はいはい、で飲みにでも行きましょうかって言ったら、そういうわけに行かずに、はい、それでもやっぱり一回会っとかなきゃってところ で、まあ、人数制限した上でちょっと一度だけお会いできたんですよ。あ、そうなんですね、はい、あこれがあの伝説のったら失礼な言い方ですけど、ね、なんか封印がとかれてやってきた的な、もうなんか会えて嬉しいみたいな。それはね、そうなんですよ。あのコミックス の最後の方に夕方萩原っていう、はい、あの先生のなんかこうなんかエッセイ漫画みたいなのが載ってると思うんですけど、あれの自画像の雰囲気に、はい、うん、僕はすごいそっくりだったなって思いましたね。僕ね、うん、あの萩原さんに限らず原作者の方々会うときっていつも緊張するっていうか、うん、いろんな方いるんで、うん、まず怖い人だろうってところをイメージして最初からもうなんかね、フランクに行き過ぎると失礼かなっていうのがあって、はい、と思ってたんですけどね、萩原さんすごい話しやすいというか、すごいバカ丁寧な話し方って、なんかすごい謙虚なイメージでしたね。だから、あ、これだけの作品だからお前傷つけてくれんなと、きちっとやれって言われる、怒られるぐらいなねつもりいたんですけど、いやもう任せしますみたいな形で、あの一つだけね、これ、真面目な話として、真剣にねその取り組んでくれる方でしたら、お任せしますよって言葉いただいてね、ちょっと安心したというかね、結構その場でね、なんだろう、こだわりのところとかね、クリーチャーとかね、モンスターとかやっぱすごい萩原先生も好きで、そうですね、そうなんですよ。いやもう見てればそうですよね、これ見てればすげえ好きなんだろうな、ドラゴンとかね、この時代にこれだけの設定が描けてるっていうのが、うん、まあ、ファンタジー漫画として、しかも週刊の少年ジャンプでこれが描けてたっていうのは、まあ、やっぱ相当好きなのはもう分かっておいたので、うんうん、アニメする時もその辺とかね、こうお願いします ねみたいな話はしてましたよね、うん、なんかそのずいぶん時間経ってるんで、うん、最近描かれた絵とかもお見せいただいて、そうなんですよね、今だったら俺こういう描きたいんだみたいな熱意というか、うん、なんか思いみたいのがあって、なんかそういうところでそのあれですかね、あ、本編の中でもなんかそういう当時の面白さと、うん、なんかそういう進化してるところでのデザインも一部ね、うん、少し使えたらなってところで、うん、あの一部ねデザイン少しリニューアルしたのなんですよ。なんで基本的にはジャンプコミックスっていう、うん、ちっちゃい方の本、もともと出てた本を、はい、結構忠実にアニメ化してるんですけれども、うん、あの服衣装とかデザインちょっと変わってるところも実はあるんですよ、うん、新ハリの衣装とかもどっちかっていうとちょっと新しいやつにしてたりとか、うんうん、ハイブリッドをさせてるわけですね。そうですね、はい、だからねそれのねやっぱり1個のデザインに選択するのがすごい悩んで、最初のオリジナルがいいっていう考えもあるし、リニューアルしたってことは難しい、新しくしたいからっていう思いもあるんだと思って、ちょっと悩みましたね。悩ましいですね、確かにね、その辺のね落としどころというか着地させるとこがどこなのかっていうね、ガチの原作ファンとかはね、そうなんですよ、すごいこうあります、思いが強いから、なんでここだけ変えたんだとかね、お叱りになる方もね今日ここは原作のコミックスの方だったんだよいるとは思うんですけど、怖いです、思い知りました。だから僕も今回のダークシナイダーですけどね、そうですよ、中の人として、うん、僕はババもちろん選んでいただいたわけですし、自信を持ってダークシナイダーを演じて、さあどうかっていうね、まあ、一瞬エゴサするわけですね、もう閉じましたよ僕は、もう、あ、怖い怖い怖い、いやいやいや、もう、ね、あ、言われてるみたいな声高くてごめんみたいな、ダメです、見ちゃダメです、思ったよりあって
うわそっかと思って本当思い知ったっていうのが、でもう本当見ないでもうなんか選ばれた自分を信じてもちろんやるんですけど、だからといってそこに風評にあの振り回されて自分がブレちゃうとね、でやっぱり最も子もないというか本末が転倒しちゃうのでっていう、なんかでもそのある種の原作、強烈な原作があって強烈な原作ファンがいてっていうものの、メディア化っていうのはアニメ化とかね映画化とかっていうのはまあ恐ろしい、そうですよね、そうなんですよ、監督たちもそうなんですよ、金あったでしょうね、一人歩きしちゃうとね、もう作品がねいろいろな解釈になったりとかも、そうですね、監督も見たんですか、エゴサしたんですか、いや僕はねそんなには、ね、まあ、怖かった俺、本当基本しない方がいいです、僕ねあんまり、ね、見ないようにしてんですよ、いや、まあ、ブレちゃうんで、いやそうそうそう、あもうおっしゃる通りだと思います、あの、ね、目指すべきものが、そうなんですよ、その役者さんの演技もそうだし、うん、監督の演出もそうだし、うん、もう終わりになるから、そうなんですよね、うん、なるべくねそういうのは視界に入らない耳に入らないって形で、まあ、あとはスタッフさんとあこうだよねって納得だけはしときたいなっていう、ね、それぞれが思うところ、ね、共通見解みたいなの持って、うん、あとやっぱどうしても僕声優だから聞きたいけどキャスティングの、うん、なんでしょうね、うん、やっぱいろいろこうオーディションテープで、はい、そうですよね、うん、多分聞かれたと思うんですけど、うんうん、どうやったいやこれがねこれがね嘘じゃなくて本当にねあの順番に聞くんですよって、はいうん、データだったりとか、まあ、バーンってきますよね、バーンってきた時たまたまね自分聞いたのが一番手があった谷山さんで、あ本当ですか、ピタッとハマってやっただから嬉しい、これあれダークシナイダーじゃない、戦闘打者勝ちみたいな、なんかダークシナイダーじゃないって思ってくださったんですね、うん、でねあのやっぱもうそこでなんか自分の頭でもそう決めちゃったというか、うまあ他の方もいろいろいらっしゃってあれしたんですけども、どうも頭にもうこびりついてしまって、うん、あ次はああの2番目3番目のあれですかね、候補ですかねみたいな風の風になっちゃって、ありがとうございます、だからね順番的にはもうすごい効率的な、なるほど効率的な、効率的ああいたいたみたいな、なるほど決まった決まった、ダーシいたいたみたいな、先頭打者ホームランみたいな、そうなんですよなるほどね、いや嬉しい、それがなんか巡り合わせというかご縁もあったことでしょうし、だからダークシナイダーの配置によって他も組み合わせどうしようかとかね、はい、考えるときにすごいやるやすくなっちゃって、うん、他の取材でも言いましたけど、うん、一番最初にダークシュナイダーを決めたんですよね、そうですね、そうですね、やっぱダークシュナイダーができる人がいるのかどうかで、うん、なんかもうそのキャスティングに関して言うとこの作品決まってくるなっていうのがあって、うんうん、確かにもうそれはなんか企画の段階からなんかずっと話はしてたんです、そうですね、ダークシュナイダー今できる人、うんうん、誰だろうっていうのはもうずっと話はしてました、ね、あとやっぱ声の張りをどこまでそう最終回というかね、うん、最終話というかまで、うんうん、体力ある人って誰だろうってなっちゃう、まあ、なんとか持ちました僕はこれはでも本当にあの物理的なその喉の強さっていうのも実はすごく重要だったなっていうのは取り終えて思いました、ね、いや本当にカロリー高くて、うん、そうなんですよ、これをなんか、まあ、あの実際テストからもう本域であの谷山さんやっていただいたん で、ねでねうん、あれは本当に良かったなっていうのはすごい思いますね、うん、役者さんによってはそのプロの方でもあれだけ張ってたらやっぱぜいぜいしてたりとか、うん、ごほごほね収録終わった後あるけど結構大変ですよ、ね、だからもうあぴったりかなと思って、嬉しいな、なんかねロックでロックというかメタルでやんちゃなそうですね、イメージですよ ですよね、うん、中の人イメージみたいな、ね、うんうん、っていうイメージがぴったりだったんで嬉しいです、本当にもう妙理に尽きるというか、うん、いやでも本当ね、たくさんの、ね、方なだ、まあ、でもそれでも結構もうそのダークシナイダーができる人っていう時点で結構絞られてたんですけど、うん、そうですね、それでもやっぱ十何人ぐらいあのかな、ね、ダークシナイダーを聞かせて10人ぐらいかな、はい、ね、絞って聞かせていただいて、でもダークシナイダーに関しては、うん、その選べ方をブレてないというか、あ、そうですね、たまにねちょっと変化球しようかなとか、うん、こういうのもありかなっていうのを考えたりするけど、これだけはブレずにいや、うん、イメージ通りにいきたいなっていう希望があって、まあ、僕が言うのもなんですけど英断ですよバカ野郎、俺バカ野郎、いやあと、うん、そう最初の特番
談で谷山さんが監督英断ですって言ってた。あ、言ってた。すげえ面白くて。しょうがねえな俺。いやでもやっぱそれがそのなんか自信っていうか、それも含めてやっぱすごくその自信を持ってオーディションにあの受けていただいたんだなっていうのがすごい分かってる。だからなんか時を経てね、僕もやっぱ読んでたもんですからね、あの、まあ、幼少期じゃないけども中学校時代ですよね、多感な時に読んで巡り巡ってアニメ化っていうことになって、まさか配役されるっていうのはまあ思いもしなかったわけで、本当になんか巡り合わせとかご縁みたいな感じたもんですから、ダークシナイダーを演じるためになんか大げさですけどね、ちょっとあの自分のキャリアとか20年ぐらいあるんですけど、なんかそこまで叩き上げてきたのかなって思うぐらい、ようやくこのダークシナイダーっていうもう紙面で踊もう踊りすごく踊ってるでしょキャラクターが、まあ、これを二次元化してる、二次元あの映像化した時にそれに耐えうる何かじゃないと、基礎力がないとと思ってたから、選ばれた時はやっぱあのひとしお嬉しかったし、あとアンスラサックスはどういう決め手だったんですか、小山さん、マミさん。アンサーサックスはね、本当難しいというか、難しいですよね。どっちかというとやっぱり大御所系の人で、その普通に喋っただけでもやっぱ威厳とか迫力ないとダメだねみたいなとこで、それで候補者いろいろ出してもらった中で、で前の OVA のあれですかね、なんかつながりというか偶然なのか分かんないですけど、偶然かもしれないですね。なんかであれこれなんだろうみたいな、なんかあの音響さんの方から、そうですね、あの海老名さんとか音響さんの方から何人か、これは 5,6 人ぐらいだったかな、でやっぱりそのもう怖いっていうところ、あの恐ろしい、そのなんだろう、丁寧に喋ったりとか普通に喋ってるけどその威厳があってその怖いっていうところが出せるまあ方でっていうところで何名か聞かせていただいたんですけど、候補は皆さん女性、女性でしたね。そうですね、やっぱりあのカルスがあのアンスラのことを彼女っていうんですよ、だからやっぱ女性の声でその怖いイメージっていうところで、そうですね、聞かせていただいた。ただね、僕の中ではね、小山さん怖いっていうよりも、あの昔のねイメージがすごい強くて、要は80年代以降の俺はもう本当だからヒロインとかやってた時の、あそこらうんちゃーって聞こえたらどうしよう、そうなんですよ、やっぱあられちゃんがね、そっちとか、もうハリウッド女優の吹き替えだったりとか、はい、そうですね、めちゃくちゃやってますもんね、アニメとかでも、もうヒロインすごい数やってて、もうそっちのイメージだったんで、してなんかいつの間にかそれがちょっと怖いみたいな雰囲気を出せるような、ね、まあキシリアさんとかね、キシリアザビとか、そう、あのバラライカさんとかやりだし、やってからこうその怖いイメージっていうのが結構あったかもしれないですね。だからあのこれ芝居するときもちょっと聞かれて、小山さんねすごい熱心な方で大ベテランなのにね、僕にいろいろ聞いてきたりとか、どんな感じでこれでいいとか、演技プランをすごいね、すごい聞いてきましたよね、聞いていただけますよね、それでね、なんかね、あ、ちょっと声張らなくていいんで、その黙ってるだけで怖いみたいな、そんな感じでいいんですよって話したら、じゃあ普段の私でいいとね、怖いな怖いな怖いな、サミさん、ああ僕そのアキラとかもすごいさ、ああ分かります分かります、ね、聞こえてくるもん、あの声でね、なるほど。だからもう来週それこそ2期のお話を伺っていきたいと思うんですけれども、いやその辺もだからアンスラサックス2期ね、だから僕も絡んでないもんですから、まだ耳触りとしてアンスラサックスが馴染んでない、楽しみでしょうがない。確かにそんなに一気セリフ少なかったですもんね、そうですね、あの冒頭で少しちょっと長ゼリフあるくらいです ね、だからいよいよ本格的に、その辺いや2期はね、結構喋りますし、あとキャラもいっぱい出てきて、そうですね、今監督以下スタッフが死にそうになってますから、今本当に死んでます、はい、設定が多すぎるんで、いや本当に作画がうわ、いっぱいでも聞いていきたいな。やっぱでも監督といえばっていうね、もうそういう風になっちゃってるけど、まあ、印象的なシーンとか、どうしてもほら声優で我々演じてて印象的なシーンと、やっぱ作画を作ってて印象的なシーンって違うと思うんですけど、まあ、スライム以外で、難しいな、スライム以外興味なし、なんか最初の特番でも燃え尽きた感があって、いやだからそれは早いです、早いんだよな、4話で燃え尽きて、何話残り20話あるんですよ、1期だけでもね、もう終わったかみたいな、終わってないんだよな、なかなかでも難しいですね、要素が多いんで、まあね、確かにね、一つ一つっていうのは難しいですけど、やっぱりね、でもね、あの、素直にラストのね、あの、ダークシュナイダーと、
ひよこさんのね、はい、そのキスというか、あ、はいはい、あの最後の最後のそ の, あの2人がイメージシーンの、ね、会合というか、あの宇宙みたいな、ね、そうですね、ちょっと通じ合うみたいな、ダークシナイダーがひよこさんを見つけて、うん、こうくるくるこう落下しながらこう、うん、はい、2人がこうなんかこういい感じになって、うん、こうルーシェ君がファーッと出てきて、うん、こうメタリカーナが崩壊する、うん、バーンみたいな、だからこうエロとか、うん、なんかいやらしいイメージばっかりこうスライムとかね言ってるけども、うん、最後はちゃんとロマンチックにいたぞ、うん、あそこは本当に綺麗な、あそこは綺麗に描いたぞと、ね、エロ根性だけじゃないぞってことはここで証明できたとよかった、聞けてよかったお話でしたさあそんなわけでございまして、はい、今回はアニメの誕生秘話から一期を振り返ってのお話を伺いました。次回はですね、気になる今後の展開2期中心に伺っていきたいと思います。お楽しみに。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。はい、じゃあここでねメール1通紹介していきたいと思います。ラジオネーム稲子さん、はい、私はバスタードを小6の息子と一緒に楽しく拝見した。これ1行目からすごいんだよね。すごいですね。公開前、内容も内容だしどのタイミングで見ようかと悩んだんですが、本当に見せちゃいけないアニメってわけじゃないし、それに息子もちょうど中二病な世界観に憧れてるしと思い、明るい時間からリビングのテレビで息子と見ることにしました。すると予想通り息子は俺このアニメ好きと言い、お色気シーンににやりとし、逆シーンも爆笑しながら見ています。今時小学生にも刺さったようで良かったです。とはいえやっぱりお色気要素の多いバスタードを母が息子に提供するってどうなんでしょうか、息子としてどんな気持ちで見てるんだろうってちょっと思います。これはもしや陽子さんに怒られるべき案件でしょうか、ということで、まあ、仲睦まじいというか、いや素晴らしいですね。仲がいいですよね。いいですねこれはね、うん、いいですね、親子でバスタードよく見れるな。これ僕ら親子っていうより隠れる方じゃなかったですか。いや僕らはそう、無理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 、僕らの青春時代はもうとにかくこうバスタードの2巻だけは違うところに置いたりとか。そうですよね。いや、うん、ほんとそうだし、だってお茶の間なんて言い方もしなくなってきたしいけど、うん、僕らのねその頃って例えば金曜ロードショーだとか洋画劇場で、うんうん、もうお色気シーン流れた途端のあの気まずさ、そうなんですよそうです、ね、いかに飯を早く切り上げて2階に上がるかっていうタイミングの見極め方はもう生命線でしたよね。そうそう、俺ターミネーター見た時のあの分かります、あの気まずさったらないっすよね結構激しいんですよ ね, ねターミネーター1 ね, 1のやつ、あれもう僕もすっごい覚えてま す, すおい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 みたいな、意外とやるじゃねえかみたいなね、長いじゃねえかみたいな、ねっとり、うん、しかもねそんなに長い期間いない2人が突然、ね、そうなんですよ。いやそう、まあでもそれまあね、あそこの積み上げがあって、うん、まあそこでジョンが生まれるわけなんですけど、ターミネーター論になかった。ターミネーターです。いやでも昔はほらリビングにねテレビ1個しかなかったし、そうみんなで見てたから、うんうん、でもなんか今ねこのバスタードがこうやって、はい、そうなんか親子の、ね、駆け足になるじゃないけど、なかなかまあ喜ばしい話ではそうですよね、意外だけど、うん、家族を結ぶ作品になってしまいました、まあ、ファミリー向け、ファミリー向けそうだ、まあ、ある種狙い的なところはあるんですよ、うん、その要は僕らそのバスタードもともと好きだった世代が今親の世代になってるっていうのはあるんですよね。だから親の世代はもうその解雇的に見ていただいて、うん、でそこから一周回ってその人たちがこれ面白いよっておすすめして、うん、まあ、ちょっと小6まではちょっと思ってなかったですけど、うん、その20代の若い人とか、うん、そういう人たちにあの10代、うん、20代の10代後半とか、うんうん、その辺の人たちにも見てほしいっていう気持ちはすごいスタッフ側はありましたけど ね,、うん、ね、これいろんなやっぱ安本とかも言ってるけど、うん、いろんな作品ファンタジーもののルーツになってる部分、ああそうそうそうですね、これが実は系譜の一番上だったんだよっていうのをね、うん、分かっていただけると、そうですね、そうなんですよ、うん、だからまあもうさらに上を言うとねデビルマンとか も, もちろん、うん、もう超すごいのが終わりになるんですけど、その今のなんか感じ、うん、その中二病的な感じだったり、うん、魔法を唱えるとか、ね、転生するとかっていうところでいくと、うん、かなり元祖的なところはあるので、うん、見比べても楽しいかもしれないみたいな、うん、元祖でいうとねやっぱりその何でしょう、最近のナロケファンタジーって、うん、筋肉ムキムキの、はい、マッチョマンが女性を抱くみたいのってあなくて、それがこの当時すげえかっこいいなと思ってたバスタードって、確かに、あの海外のねその
コナンザグレートみたいなね、うん、はい、筋肉質のね、うんうん、すごい男の野蛮に見えて結構かっこいいみたいなね、うんうん、マスタードもね最初そのイラストとか表紙とか見た時そういうのがすごい出ててかっこいいなと思ってて、なかなかないですよ、うん、そうですね、今はねまたちょっと違う、うん、ナロー系とか、うん、主人公がどうしてもこう弱々しいんだけど そう、それがこう切り逃げていく、うん、確かにコナンザグレートあの時代80年代とか小説でもそうだけど読んでた時ってマッチョでしたよね、マッチョですよね、マッチョで強い強い強い、うん、ああそうそう、そういうだから何でしょう、時代を超えて今またね、このように蘇った作品でございます、まあ親子で楽しんでいただけるのも非常に喜ばしいことだということで、ありがとうございました。以上メールの紹介でした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、はい、お知らせです。まずは配信情報。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第24話まで全世界配信中、 BS11 でも放送中です。そしてアニメ第2期が制作決定、2023年ネットフリックスにて配信予定、ぜひチェックしてください。原作情報です。バスタード暗黒の破壊神原作コミックスは1巻から27巻まで好評発売中、デジタル版はジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックで和単位コミックス単位で配信中です。フィギュア情報です。新商品アーシェスネイのフィギュアが予約受付中です。ダークシュナイダーと新ハリのフィギュアも引き続き予約受付中です。ぜひ合わせてお迎えください。他にもカイヤヨウコなどもフィギュア化企画が進行中、詳細はメディコスエンターテインメントの公式サイトまたは公式ツイッターをご確認ください。さらに主題歌情報ですね。第1期、オープニングテーマを歌うコールドレインのブラッディパワーフェイム、同じく第1期エンディングテーマを歌うチエルのブレスレスはデジタルシングルとして現在好評配信中、そしてバスタードサウンドトラックも各種配信サイトで配信中です。以上お知らせでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、Aiding me to sleep, are you dreaming of love? バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編エンディングのお時間でございます。お二方今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。そうそう、いやいや楽しかったです。ということで、まあ、来週も、ね、あのお越しいただくわけですが、はい、まあ、大体今日お話伺ったの1期、まあ、1話から24話まで、まあね、始まりのところとかね、根幹のオーディションの話とかもね、はい、監督いかがでしたか。いやーなんかあれですかね、制作期間から結構時間経ってんで、うん、改めてなんか実感がまた湧いてきました、うん、なるほど、確かにね振り返ってね振り返って、うん、そういえば最初こうだったなみたいな、そうですよって感じで、うん、なんかこれ盛り上がってきました勝手に次が楽しみ、根拠のない盛り上がりというか、良かったです次が楽しみ、これは何から制作的なモチベーションにつながればそれがそうですねそうだそうなんです、何格好ですかね、いきなりね、はい、なんかそ, うですね、そしてここで番組から大事なお知らせがございます、うん、バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、通称闇ラジね、今喋ってるこの番組ですが、うん、なんと年明け早々でございますから、もう次回の配信が一旦最終回というふうに一旦最終回になりますか、強調しましたプロデューサー、まあ、一旦最後ということでございます、はい、皆様からの応援があればまたの機会もあるかもしれませんので、まあ、それまではアニメを繰り返し見ながら待っていて、ください。そうですね、うん、まあ、2期まで少しだけね間がありますので、うん、そうですね、その間ねラジオ何回も見ていただいて、うんうんうん、まあ、ダークシュナイダーもほら一回ほらルーシェ君に戻ったりとかするじゃないですか。そうですね、はい、なんでまたあの復活をぜひ応援していただければな、何回も見ていただいて聞いていただいて、うんうん、ね、読んでいただいて、はいはい、ということでございまして、ひとまずお時間でございます、本日のゲスト尾崎貴晴監督と鶴岡慎也プロデューサーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ではまた次回1月25日最終回お会いしましょう。ここまでのお相手はダークシュナイダー役谷山貴章でした。バイバイ。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りしたぞ。